戦場に到着。指示を。搭載です。ファイヤー。コアポレーションモデル。ベストタイミングです。エネルギー解放。電気でリチャージ。ワン、ツー、ファイヤー。コンクレイトリープリペアード。ブローニャはみんなを未来に連れて行きます。美しい世界を守るために戦うよ。私の温度試してみる。方向搭載武装ファイヤー。重装を下げ火力援護起動。手が必要だな。エイマーシステムパワー配分展開。方向武装再構築。手動操作開始。リチャージ。ワン、ツー、ファイヤー。審判の時は来た。ヤッホー。ハッセイヤッ。キアナのターン。このレッドで全てを断ち切る。また勝ったよ。見てくれてるよね。私はもう過ちを繰り返さない。戒めはここまでにしましょう。ご覧ミラーの条件。ここに本来の位置に着きました。重装を下げ火力援護起動。武装再構築。手動装置に開始。コンクレートリープリチャージ。ワン、ツー、ファイヤー。ステージに戻る。今黄金のように輝きなさい。ここで終焉を迎えなさい。迷える旅人よ。私がバングの弾道スキルクイルがいい。消滅するときに。戒めはここまでにしましょう。運命の影はすでに落ちた。私はそれに同調しているだけ。みんなの期待を裏切らないわ。すぐに片付ける。雷鳴が来る。方向搭載武装ファイヤー。コアポレーションモデル。ベストタイミングです。武装再構築。手動操作開始。コンプレス心理の名をもって過去を止めます。勝ち切る。
雷鳴が来る。美しさを知った者は世界を変える力を掌握する必要がある。神河の道、それが起源の意味よ。怖がらないで、私がいるから。高校重装備、永久配置、弱点確認、デフォルトモジュール起動。手がすぐに必要だな。性行為の検出、直ちに改善アプリを終了せよ。ポンプとしがつだけついたのを見たことはありますか。こんな簡単なクエストに私を呼びたくなかった？みんなとの思い出はブローニャの一番大切な宝物です。行きましょう。どんな目標にも努力が必要なの。